今来たばっかり、今配信したばっかです。大丈夫ですよ。ちょっと今日はギャルメイクって言われたんで、ギャルメイク可能な限りギャルって言われたんで、可能な限り濃くしたけど、ちょっと難しい、結構難しいです本当に。いや普段やらないから、こういうちょっと一回失礼いたします。ちょっと一回開けていいですか。あつ、ここら辺だとあんま白飛びしないかな。はい、今日は中川さんから来ました、可能な限りギャル配信って。めっちゃ中川っぽいね、可能な限りって入れるのがめっちゃ中川っぽいななんか優しさを感じるうちの前いつも中川なんだけど、すごくね、無理のないようにやってくださいみたいな感じをすごいね、優しさですね。気使ってんかな気使ってるということで、先輩にマジで本当に気の使える後輩ということで、つけまをね今日買いに行ったんだけど、つけまにねあれが入ってなくて、のりが、ちょっとさ、のりがなくてね、つけまつけらんなかったからちょっと無理でした無理でしたということで、今日は可能な限りギャル配信、いろいろね、いやなんかこの時代、令和ギャルって化粧濃くないからね、そこまで。なんかつけまよりまつエクだしそう、令和ギャルは可愛いよ、なんか常に可愛いよあれしてるらしくて、ちょっとうちも令和ギャルっていうことで可能な限り薄くやるらしいね、マジで。平成のギャルはとにかく盛る、盛り盛りもう化粧もめっちゃ濃いしあれだけど、令和ギャルは可愛いが第一だから、まああと垂れ目、なんか目があれらしいね。まあでもちょっと程遠いかな、ギャルと。裏ピえ、なんかいろいろちょっと令和のギャル用語調べて、ちょっと今日使っていこうかなって思ってんだけど、まあうちら夏がちょっとさ、日焼け、今年はさ白くいこうと思ってて、日焼けしたくないのよ今年は。だからちょっとサロンとか行ってちょっと注射打って白くしようと思ってんだけど、でもうちら夏海行くやん、だからちょっとさ
黒くなっちゃうのしょうがないんだけど、できる限り白く行きたいし、今年まああんまり渋谷行けないし、まあ部屋にいるからクーラーガンガンで、ね、ちょっと いい感じにしたいなって思うんだけど、ちょっとそろそろみんなに会いたいかな。マブに、マブは使わねえか。なんかとりあえずハイライト入れとけばいいかなって思ってたんだけど。陽キャぶってる陰キャ感、別にうちそもそも陰キャじゃないんだけど。センター街から視聴中。あんまうちら、まあ、週7で、まあ、だいたい渋谷いるから、あの呼んでくれればすぐ行くよ。センター街しょ、あそこしょ。え、全然すぐ行くんだけど、今行った方がいい今。あーでもちょっとさ、マスクしなきゃいけないよ。ちょっと化粧落ちるって感じなんだけど。え、センター街マジ、センター街どこ、あそこマジか。え、ちょっと時間かかるけどいい、チーマーでガングロで。ちょっとそっちはできなかった。化粧が足りなすぎて。え、ドンキ行く、ドンキ。え、待って、ドンキで買いたいのめっちゃあるんだけど。え、さ、最近さ、え、うち最近めっちゃさ、シャボン玉の機械欲しくて、フィルム、なんかさ、加工がめっちゃ流行ってるやん。だからそれでさ、エモい写真撮りたいと思ってんけど、100均じゃ売ってないわけ、あの機械みたいな、シャボン玉のやつ。だからちょっとドンキ行きたくて、今。今行こうかん、ドンキ。え、ちょっとドンキ行ってきていい？え、ちょっと配信これ何これ、え、ちょっと、今ドンキ行きたいんだけど、これ配信してる暇ないよ、うち。どうしよう。って感じですか。バス船、バス船行かないよ、今日は。え、だって先週ラワ行ったじゃん。また行くの？え、もう、暑いの無理なんだけど、うち。え、無理だよ、暑いの。汗かくよ、どうする？え、その後旅ればいい。全然旅ったってさ、暑いのは暑いやん。設定古め。でもさ、なんか偏見なんだけど、今のギャル別にさ、考え方まともじゃない？考え方ちゃんとしてそう、今の令和ギャル。普通の子がただ化粧濃いだけのイメージなんだけど、なんか平成のギャルってすっごいなんかやばそうじゃん。ゼロ年代って何ですか？2000年ってこと？え、ちょっとギャルのあれしようよ、ギャルの悩み相談。え、うちさ、あの人の話聞くのめっちゃ好きなんだけどさ、なんか悩みないの？全然解決するんだけど。悩みとかあん？こんばんは、こんばんは。てか絶対今のさ、ギャルって普通だよね。喋ったらま、真面目そう、みんな。なんか根はいい子そう、みんな。ギャルの人とどんな話をしたらいいか、あの、どんな話をしたら盛り上がりますか？なんだろう。まあうちはめっちゃお笑い最近見るから、お笑いの話してくれれば全然めっちゃ話盛り上がるかな。最近好きなのはチョコプラさんと、あと霜降りさん。この間霜降りチューブ見たんだけど、めっちゃ面白かった。
今は怖い子少なそうね。今はなんかみんなマイルドな感じしてそうだよね。ギャルの好きな曲トップ3教えてください。待って、ちょっと iPhone 見ていい？なんだろう、ちょっと今調べる。でもやっぱ夏だから湘南の風とか、ちょっとそれあれか、なんだろう、好きな YouTuber は丸山レピョン、イエイイエイ、レピョンです。もう最近めっちゃ見てんだよねレピョン。早くレピョンと仲良くなりたい。なんだろう、好きな曲、難しいね。ギャルって何聞いてんだろう。でもなんか意外と普通の曲聞いてそう。あと意外となんか意外と病んでる人が聞くような曲聞いてそう。ギャルの中でどんなダンスが流行ってますか？クラブ？クラブは普通になんかもう乗るだけだから全然あれだけど、まあ、TikTok とかよく見るよ時間あったら。やっぱ香水かな。ね、香水めっちゃ効く。好きなブランド？好きなブランドはエモだと、あとマウジーと、なんだろう、まあでもやっぱそこら辺だよね。キャラ作り、いやーむずいわ。あー、シャネル、シャネルはねもう服のブランドじゃないの。まあシャネル、シャネルはねよくもらう。絶対エモだ、エモだしか信じらんない。てかエモだのサンダルマジあったとかわいいんだけど、来週買いに行こうかな。これはね、あの設定上の話であって、うちが本当に好きなのはメリージェニーだから、先にとかは。ローズブドウ、なんかね令和の言葉、令和ギャルならわかるクイズみたいな調べたんだよね。ちなみに先に言っとくけど、私はほとんど当たりましたよ。全問正解したよ。もうそれちょっともったんだけど、まあ分かんない人多いだろうな。まあさ、タピールはさすがに分かるか。タピオカを、タピオカ飲むこと、タピオカドリンク。スキピ、スキピもさすがに分かるでしょ。視聴者さんの8割ぐらい分かんなそう。スキピはさすがに分かるよ。はい、みんなもクイズしてるからね。道友さんいる系、道友さんいる系これ。マジ、ワイタン最高マンジ。マジミッチーここ来てんの、マジウケるんだけど。マジで先週会ったばっかじゃない、なんでいんの、マジ笑った。何、どういうこと、ワイタンだけど。ミッチー今いる系、コメント全然くれないじゃん、どういうこと。コメントくれないの、マジ？何それ？うちだけ気づいてない系のやつじゃん。泣いたんだけど。
じゃ誰かあれさ、なんかちょっとなんでこういう喋り方してるのかさ、誰か教えてあげないとうちマジ怒られるんだけど。ちょっとスキッピー当ててよ早く。え、なに、みちともさんがどのアカウントなのかわかんない。え、みちともさんどれだろう。あ、いた。質問書いたんだけど見といて。え、どこに質問書いたんだろう。カジシマって人とオフィシャルヒゲダンディズムの手の結成しようと思ってるんですか。ギャル的にどう。え、待って、え、オフィシャルハゲダンディズム、え、マジ、え、絶対 CD 買うんだけど、え、絶対神曲じゃん、待って、え、それ見たい、え、うち絶対最善もらうんだけど、え、あ、嘘、関係者席で入れてくれるよね、さすがに、え、マジ誰かいるかな芸能人、え、マジで、え、え、ミッチー、うちって絶対さ、え、うち絶対関係者席だよね、え、待って、芸能人に会えるかもしれないね、芸能人に会えるってやばい、どうしよう、え、絶対、え、関係者席でいい、え、その後で、え、その後あれだよね、クラブ行くの、え、その後クラブだよね、え、マジ、タイトル言ってんだ、え、待って、なんかちょっと臭くないそれ。ちょっと臭くない、え、え、うちらでもちゃんと、え、うちら聞く系のさ、なんかスキピみたいな曲よくない、え、もうちょっとさ、なんか、え、な、え、それターゲットさめっちゃあれじゃない、え、もっとなんか、え、絶対若者狙った方がいい、え、 EDM しよう、 EDM、 え、違うの。それハゲをさちょっと引きずりすぎじゃない、なんかそれでもさ、なんか光見せたくないじゃん、光、希望系にすんの、え、え、でもやっぱ EDM しか信じられないんだけど、ゲーハン入場無料、ちょっとみんな最高だって、最高、最高、え、ミートテック知ってる人、ミートテック、ちなみにうちミートテック分かんなかったわ、ミートテック分かる、え、正解、カントゥーヤ、カントゥーヤ、カントゥーヤってなんだっけ、カントゥーヤ、乾杯、東海オンエアだって、 YouTuber か、カントゥーヤ、乾杯だって、ちょっとこれは分かんないわ、演歌、え、なんかさっきと全然違うんだけど、問題が、よいちょまる、よいちょまる、よいちょまる、わかる、よいちょまる、もしくはカジシマって人と、ハイエイトで、やってください、え、絶対面白い、
最高です、最高最高、テンションが上がっている状態で、実際テンションは上がっている状態ですとは言いつつも、実は悲しい時に悲しみよいちょまるっていうように、意味わからん、悲しみよいちょまるってなんかめっちゃ矛盾してんじゃんね。演歌、誰かに会うこと、エンカウントから来てる、演歌、育毛剤で彼を思い出す歌です。もったいないですよ、素敵な曲作ってください。ヤバタニン、バブミ、問題変わんのかな、これ関東やわ、よくわからんわ。バブミ、赤ちゃんみたいってことですね。ニーナのショールームで聞いたことあるの？何が？ちょべりば。なんかこの間なんかツイッターでなんか昭和のなんちゃら用語みたいなのが出てきましたよ。だいたいニーナちゃんで聞いてる。マジ？森永すげえな。まあでもさ、若いうちだよね、そういう言葉使うの。まあギャルん？お題？お題は可能な限りギャル配信だって。確かに森永はね、ちょっとねオタクプラスギャルだからちょっとねよくわかんないね。え、チョーパンかますって何？全然わかんないわ。二ナメはハイブリッド、そうね。頭突き、ちょっとこういうね、取り間違っちゃうミートテックって OK みたいな、なんか嵐みたいなコメントする人は基本ブロックにしていくんで、よろしくお願いします。なんかさ、やっぱさ悲しいよね、そういうの。私も押したくねえわ、押したくないので、ちょっとそういうのはやっぱお互いさ良くないよね。道友さんもちょっと荒らしてきたら本当に私通報しますからね。そう、なんかさ言葉を選ぶって大事だと思うよ。私は道友さんやばいっすかね。みっちー、今のギャルって何してんだろう本当に。
嵐の目になりそう。ヤバ友、ヤバ友ってそういう意味なの？ちなっちゃん、ちなっちゃん時代のギャル、ちなっちゃん時代のギャル、え、うちギャルの友達いないからな。ギャルとね、あんまり出会ったことない。まあ、福島にギャルあんまいないからな。やっぱね、ギャル東京の、あ、ギャルさんめっちゃ見てた。ギャルさんはめっちゃ見てた。パラパラ踊ってんのかな、平成のギャル、うちらの時代のギャルって。でもなんかエッグのイメージだから、めっちゃ顔黒目の化粧してる人が多かった。ガングロほどではないのかな。でもうちの時代だとちょっと肌焼けてるかな。ヒサロ行ってそうな。ギャルサー懐かしい。あのドラママジいっぱい見てた。ちなっちゃん高校生時代ってな、高校生は2015年が高2。あ、ここら辺ね、ここら辺が白いのか。ここら辺、ここは白い人がねいっぱいいた。確かに不良とギャルどう違うんですか。不良は別にギャルは不良じゃないから。不良はさ、あれじゃない、ちょっと悪いこと、悪い方に行っちゃう人でしょ。なんかちょっと人様に迷惑かけるような子じゃない。ルーズソックスは履いてないです、私は。ね、そうだよね、不良はそっちだよね、迷惑をかける人だよね。ギャルはあれだよ、ギャルは普通にうちらーってやってる人たち。でも令和ギャルはなんか真面目なイメージ。なんか最近ね、ギャルっぽいさタレントさん増えてるじゃん。そのみちょぱとかね、ギャルのさ、いい真面目なギャルがさテレビ出てるから、そういうイメージ強いよね。楽しく生きよう。ケミオギャル、ギャルって渋谷。確かにうちもあんまりギャルを見たことなかったけど、東京に来て渋谷歩いたらギャルを学べた。こんな感じなんだっていう。そう、ゆきぽよとかみちょぱとか、ギャルは垂れ目っぽいパンダメイク。確かに今日ちょっと下にしたもん、こっち系。ちょっとつけまつけられなかったな、ちょっと悲しいです。今日つけまできればギャルっぽくなったのに、できませんでしたね。しまちゃんとアミタがギャル化したらどうする。大丈夫、絶対ならないって信じてるから。なんか今日はギャルのメイクを動画で一回見て、ちょっとそれを真似したんですけど、なんか下にアイライン引くじゃないですか、これピッて。それがねちょっとすごいよね。でもあれやっぱカラコンしてないとちょっと不自然になるよね。
なっちゃんそのキャラでいこう。ちょっとこれきついな。うち真面目なおとなしい女性になりたいもん。カラコン持ってない？カラコンは持ってますよ。カラコン。しないけどね普段。ギャルっていうとクラブで。あーちょっとそれはね読めない。しなっちゃんはちょいちょい真面目なところがあるから。ちょいちょいって何？ずっと真面目だもん。あんまり違いがわからない画面上では。うっそ、わかんない。ほら、やっぱ黒目がさおかしいじゃん。ちょっとまつげが上がんないのがねちょっと悲しい。まつげが上がらない。カラコンだからチャイボーグっていうメイク今日知りました。あ、チャイボーグ可愛いですよね。チャイボーグうちもちょっと真似したいんですけど、なんかマジであの肌が綺麗な人がやるんだろうな、あれは。チャイボーグってチャイニーズのメイクですね。サイボーグではございませんよ。ちなっちゃんめっちゃ真面目だから本当あれはギャル向いてるんだよ。ああなるほどね。逆に言ったらチャイナ服着てほしい。チャイナ服着てみたい。でも勉強になります。もう謎用語だらけで。まあ森永の配信見てればギャル用語も学べそうじゃない。チャイニーズですね。今流行りなんですよチャイボーグ。私も中国のコスメを買いましたけど、チャイボーグね難しそうだよあれ。なんかとりあえずさあのギャルっぽいポーズしとこうよ。ギャルってどういうポーズするんだろう。とかちょっと一回誰かスクショして。あとなんだろう。この間ねあれを見たんだよ。あの弘中アナが出てるやつ、夜中のなんだっけ。あ、ギャルって下向くの。あとなんだろう。あ、ハート？あとなんだろう。ちょっとケミオの YouTube 見ればちょっとわかるかな。ケミオで確認。ケミオ。
え、どうしよう、ちょっと待って、何にしよう。ケミオで。なあみんな、俺と行かないか。どこに？うちに帰ろう。ケミオの YouTube 面白いよね。え、でも普通にピースしてるよ。シーコちゃんが令和のギャル？ちょっとそれは違うんじゃない？え、なんだろう。え、分からんの。でもなんかそのテレビのやつもね、ピースだったんだよ、普通に。これピースだった、普通に。確認するところが真面目。両手の中指、人差し指を立てて。え、何それ。でもラブだね、やっぱり。ラブ。やっぱみんな鼻筋が綺麗だね、ギャルは。鼻のハイライトがすごい、みんな、ここの。なかった、難しい。やっぱピースしかないわ。シュンデスってさ、どういうポーズ？え、シュンデスって何？どうやんの？え、シュンデスのポーズわかんないよ、うち。やばい。シュンデスのポーズ何？え、TT でいいの？いい。今なんかハートがパワパワパワってなったんだけど、何？え、ハートアウト出んの？え、ハートアウト出るんだ、これすごい。ほら、え、誰かがハート投げてるからハートになってるわけじゃないね。エフェクトだよね、すっごい。何これ、知らなかった。うちも、ね、すごーい。
知らなかった。あ、これ、あ、反応する。これもちゃんとみんなスクショしてください。すごい。ってことでちょっと可能な限りギャル配信はここまでにしたいと思います。もう終わっちゃうとか旬です、旬です。明日はまーちゃんの配信ですね。じゃあまーちゃんには夏の秋田、夏の妄想びっくりマーク、妄想びっくりマーク、夏の秋田バスツアー、どう？ちょっと誰かね、誰かちゃんとあれしといてね、ツイートしといてね。あのね、やっぱ誰かがツイートしとかないとね、やっぱ次の人が大変なんだよ。だからちょっとちなちゃんのファンの方いい子だということを信じて誰かツイートしててほしいんですけど、いくよ。妄想びっくりマーク、いや妄想じゃないとって今行けないから、今ちょっとコロナだから、正直ねここでそのそういうバスツアーの計画を立てたからって言って行っちゃうのもちょっとあんまりよろしくないなって思うので妄想にしてください。妄想びっくりマーク、びっくりマーク、夏の秋田バスツアー、これをちょっと誰かよろしくまあ大丈夫。やっぱさ後輩ちゃんがさ直接 LINE するのはなかなかね、先輩とかに LINE わざわざねするの申し訳ないなって思っちゃうだろうから、ちょっとそこはね明日はまーちゃんだけど、そういう習慣をつけていこうぜ。ってことで妄想夏の秋田バスツアービッグランク、あいいねそれ、妄想のところにビックリマークと最後のところにビックリマーク、よろしくお願いしますで そういう習慣、チームプレーやない、これはチームプレーってことで高木さんはここまでにしたいと思うんですけど配信、あれですね、あさって日曜日おうちチェック会があります。これもうお申し込み締め切りしちゃったんですけど、メガネでおうちチェック会なので楽しみにしててください。あ、そう、このままねちょっと渋谷のドンキ行こうと思うんだけど、渋谷のドンキ、渋谷のドンキあったっけドンキ行って、その後渋谷のセンター街に友達いるから、さっき呼ばれて今行かなきゃいけないから、ちょっともう配信でさもう全然なんか待たせちゃって申し訳ないんだけど、今からセンター街行かなきゃいけないから、ちょっとマスク必須だからね、マスク、ちょっと化粧、やだ本当にメイク直しめっちゃ時間かかるんだけど、マジで本当にさマスク本当にメイク落ちるから、ちょっとピエンなんだけど、とりあえずちょっとさっき友達に呼ばれたからセンター街行くんだけど、もう本当に行くんだからちゃんとご飯おごってもらわないと、マジで本当に、ほんとみんなもコロナに負けるな、でもね渋谷行ってからその後どっか行くから、また違うとこ行くから、多分渋谷行っても会えないと思う。あ、センター街は待ち合わせ場所だから先行っとくわ。
じゃあもう、え、なんかハート来たんだけど、マジ嬉しい、ありがとう、ズキピー。え、ドタキャンしたらピエンだよ、マジ。あ、なんかメイク落ちないミストとかあるらしいんだけど、まだうち持ってないから、それドンキで買おうかなって思ってんだよね今日。そう、それ買ってから、まあ一応スプレーして、その後に行こうかなって思ってる。え、ドタカン、ドタキャン、マジピエン、ピエン案件。ということで、え、今日のランキング確認。え、ランキングなんてあるのこれ。え、マジでランキングとかあんの。え、マジ、みんな本当に頑張るね、ありがとう。え、湧いたんだけど。え、え、これマジでいいの、ランキングとか確認しちゃう系。え、マジみんななんかいろいろさ、ハートありがとう。え、じゃあちょっと確認しちゃうね。第3位、え、ゆうきくん、え、マジありがとう、感謝。え、マジ湧いた、ありがとう、最高最高。第2位、ヘパリーゼさん、え、神、え、拝む、マジで本当に神、神かと思った、え、ありがとう。え、第1位、イマムさん、え、マジありがとう。え、イマムさんマジ感謝なんだけど。え、この後センター街だよね。え、今村さん来ちゃうけん、もしかして。え、3人、え、最高なんだけど、ちょ待ってるわセンター街。ということで、本日のちょ見苦しい配信になってしまったかもしれないんですけど、ちょっともう配信終わったらすぐ消しようとします。ちょっとやっぱりね、アイメイク濃いのほんとなんかちょっと疲れちゃう、目が。早くカラコン外したい。じゃあセンターが行くから、あさって配信ちゃんと見てね。じゃ、バイバーイ。え、みんなも早く寝てね、マジ肌荒れするから早く寝た方がいい、マジで。じゃあセンター街行ってくる。え、またね。